中学校教師の松尾。6時半やっべ寝坊だ。俺は辰巳、今年で3年目の中学校教師だ。ふう、間に合った。おや、朝早くからご苦労じゃの。業務員の川上さん、部活の朝練で。川上さんこそ朝からご苦労様です。教師という仕事は驚くほどハードワークだ。朝練が終わったらすぐに朝の登校指導、職員の朝礼、担任のクラスでのホームルームと大忙し。その後9時から16時頃までは担当科目の授業を行っていくが、空き時間も授業の準備や教材研究など息つく暇はない。放課後は部活の指導で潰れるので、18時以降も学校行事の準備やプリント類の作成、問題を起こした生徒の対応など毎日何かしらの残業が発生する。ふう、ようやく終わった。帰るか。辰巳先生、ちょっといいかな。あ、校長先生、何でしょうか。君のクラスで不登校になってる田中君のことだが、一体いつになったら登校するんだ。ちゃんと家庭訪問してるのか。いえ、親御さんへの電話は毎日やっていますが、家庭訪問は逆効果かと思い最近は。何を悠長なことを。いいか、うちの学校はいじめゼロ、不登校ゼロを目標に掲げているんだ。今すぐ家庭訪問して登校できるように説得してきなさい。わかりました。はあ、ようやく帰宅だ。これだけ残業してるのにほんの少しの決まった残業代しか出ないんだもんな。お金のためにやってるわけじゃないけど、なんだかな。労働環境に不満はあるものの、教師の醍醐味は何といっても生徒たちと過ごす時間だ。幸い俺のクラスの雰囲気はよく、彼らの笑顔を見ると日頃の疲れも吹き飛んでしまう。ただ唯一の悩みは。辰巳先生、昨日はちゃんと田中君を説得できたんだろうな。説得って。いえ、今は誰とも話す気がないらしく、追い返されてしまいました。追い返されてしまいましたじゃないだろう。それを何とかするのが担任の役目だろうが。そんな。いいから今日も家庭訪問して、今度こそ田中君を統合させるんだ。いいな。はい。どうしたんだい、暗い顔をして。川上さん、実はということなんです。なるほどの。校長先生の言い分もわかりますし、俺どうすればいいのかわからなくて。辰巳先生は教師がなぜ聖職と呼ばれるのかわかるかの。え、いえ。教師というものは他の仕事のように、自分の努力がすぐに売り上げや成績といった分かりやすい結果に反映されることはない。それどころかほとんどの場合、自分の指導がその生徒にとって本当に良かったのか確認することすらできない。はい、だからもう何が正解か分からなくて。そう、何が正解か分からない中、悩み苦しみ、それでも生徒の未来を考え行動する、そのひたむきな姿を見て、人は教師のことを聖職者と呼ぶのじゃ。よし。あの校長はどうも分かりやすい結果ばかり追い求めよって、一度ビシッと言ってやらんといかんの。川上さん、あなたは一体。ああ、わしはここの元校長じゃよ。退職して今は用務員をしておるが、あいつは直属の後輩じゃ。ははその後、川上さんの協力もあり、俺は田中君を無理に登校させないことにした。田中君の意思を尊重することが彼の未来のためになると信じて。今日からうちに教育実習生が来るんだってな。誰かの教え子だったりして。本日から教育実習生としてお世話になります、田中です。